羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹。めーめーハースリープ、羊を数える回。こんばんは、めーハースリープです。羊を数える回は、めーハースの二人が羊を眺めながら問いとめもない話をする回です。なんか間違ったの？うん、なんかいつもと違ったね。まあいいでしょう。まあいいでしょう。さて、アルバムを出してですね、1週間ほど経ちました。先週お休みをいただいてね。うん。うん。ゆっくり休みました。忙しかったからね。今日から9月ということで、うーん、あっという間でございます。あっという間でしたね、もう。そして、あのアルバムの方はですね、なんと、iTunes Music のエレクトロニック部門で、うん、13位、最高13位獲得しました。イエーイ、よかったね。よかったね。そしてあの Amazon のダウンロード販売のニューエイジイージーリスニング部門です。イージーリスニングじゃ全然ないんだけど、うん、なぜかそのランキングに入ってて、うん、新着、あとは、売り上げチャートで、うん、それぞれ1位を瞬間的に獲得しました。イエーイ、嬉しいっすな。嬉しいっすな。1位取れました。うん、なんかさ、ツイッターにもちょっと書いたけど、うん、なんか本を書いた人がさ、うん、新書とかでこうビジネスマンの人とかがさ、うん、読むような本書いた人がさ、うん、Amazon で1位になるとさ、ツイッターのプロフィール欄にさ、うん、何々を出版し Amazon で1位を獲得みたいな書くじゃん。あ、うん、書いていいかな？まあいいんじゃないですか。まあ書かないけど、うんうん、まあそんなね、そんな感じです。そんな感じ。どんな感じ？こう一応喜んでもいいんじゃないかみたいな感じはしますね。うん、嬉しいですな。ありがたい。ありがたき。そしてですね、うんと、ブログで取り上げてもらったパターンが何個かあり、うんうんうん、まあそれぞれ紹介していけばいいんですが、今回はまあちょっとパスなんですが。パス何回？なんかね、オランダに日本の音楽を紹介してるブログみたいなもので紹介してもらって、うん、オランダからの再生数が最近増えていますという。オランダか、うん、遠い国からですな。そうね、なんか風車のイメージ。あ、わかるわかる。のどかなイメージがありますね。うん、嬉しいですな。なんか海外の人も結構聞いてくれているというか、海外の人もちょっとずつ増えてきているかなというのが、うんうん、嬉しいところでありますね。うん、最近のナイスですねポイントです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、アルバムの方まだ聞いておられない方はリンクも貼っておきますので、ぜひ聞いてください。ということでですね、はい、まあアルバムの話は結構いろんなところでしてきたので、うん、久々に羊会も通常モードに、通常モードに戻ろうかなと思っておりまして。雑談ですかね。うん、なんかリムさんがテーマを考えてきてくれたらしいので。そうですね、まあ、夏が終わったので、うん、まあ、今年あんまね行けなかったね、旅行とか毎年行ってるんですけど、ほう、最近は行けてないので、うん、まあ、コロナが終わったら、うん、行きたい場所、行きたい場所か、トークをしたいと思います。なるほど。ありますか？ありますか？なんかね、もともとデブショーなんだよね。デブショー、うん、あんまこう屋外に出たくない、うん、夏苦手なんだよね、根本的に。わからびそうやな。うん、ま
とはいえ、うん、なんか海外とか、ね、行ったことないんですよ。意外行ったことないんだ。うん、行ったことない。なんかね、特にね動機がなかったね、今まで。そこかむ今まで特に動機がなかったというか、うん、なんかまあそこそこお金もかかるじゃないですか。うん、高いよね、海外ね、うん、そのお金を出してまで行く動機がなかったんだけど、ほう、あのイビザ島に行ってみたいです。パリピの島、うん、知ってますよ。うん、そうね、なんか海外のクラブに行ってみたいなっていうのが。ビザ島はどんなところですか？ビザ島はね、スペインの島で、ほうほう、なんかホテルが、まあリゾートなんだけど海がある、うん、ホテルに、まあ、大体クラブがあって、うん、もうなんか夏中ずっとクラブイベントが開催されているような。めちゃめちゃいいね、うん、楽しそう。いいとこなんですよ。いいとこなんですね。あのイビザトランスとかイビザハウス、うんうんうん、そのイビザの島のリゾート地で流れてるような音楽が、うん、こうすでにそのイビザ島の音楽って感じでジャンルになってる。うーん、うん、なかなかイビザ系いいですな。うん、行ってみたいですね。行ってみたいですね。うんうん、あとはね、あのそこら辺のねカフェとか飲み屋とかに行きたい。あーなかなかね。まあカフェは行けるよ。いや行けるけどさ、なんかやっぱこうなんか用事があって行くならいいんだけど、うん、なんかどうしても行かなきゃいけないっていうタイミングだったらいいんだけど。カフェにそんな予定ある？いや、なんかさ、この時間潰さなきゃいけないみたいなのってあるじゃん。なるほどね。そういうタイミングだったらいいんだけど、なんかカフェにフラッと出かけるかとはならんじゃん、今はね、確かに、うん、まあ、僕は特にね、ずっと家で仕事してるから、うん、なんかマジ遊んでてコロナになりましたとかちょっと報告しづらいかな。確かに確かに、うん、というのもあってね、ずっとちょっとそういうこう素朴に何百円かで遊ぶような遊びを控えているんです、うん、僕の中で最大のストレスがたまる自粛ってそれなんだけど、うん、そうだろうね。うん、でここの家もというかメイハススタジオも、うん、あの引っ越しコロナ中に引っ越してきたから、うん、その家の周りに何があるかよく分かんないんですよまだ。Google Earth 使って調べて、うん、いや Google Earth っていうか Google マップで見たらさ、あこういうのあんだなってのは分かるんだけどさ、うん、夜やってないしさ、まあね8時で終わりますからね、うん、というのも家の周りを開拓したいです。おお、まあ、それもまた楽しいですな。ネムさんはいかがでしょう？ネムさんは高知県に行きたい。高知県？うん。高知県にあのギリシャっぽいホテルがあるんですよ。お、ギリシャっぽい。建物が白い。あ、ニコノス島みたいな感じってこと？かな？ギリシャの。そう、なんか白と青の壁とかも全部真っ白なところ。あって、名前はビラなんとかかんとかみたいな。ちょっと長いんですけど、うん、まあ、そこに行きたいですね。なんか四国だっけ、高知、うん。行ったことない。日本の夜明け勢よ。はい。あ、はい。あとカツオとかが有名なのか。あ、そうなんだ。うん、まあでもそこに行きたいですね。なんか私もあんま海外、修学旅行でオーストラリア行った高校の時に以来行ってないんだけど、なんか高校があんま好きじゃなくて、なんかあんま思い出がないんだよね。なんということだ。修学旅行確かどこだっけな、マーライオンがいるとこどこだっけ、マレーシア、シンガポール、シンガポールと
どっかとオーストラリアが選べたんだけど、うん、シドニーが一番セレブやん。そう、人気だったんだよね。であんまさ、高校でさ、私海外に興味なかったから、うん、お金とかだからいくらかかるとか知らなかったんだけど、うん、ちょうど学生の卒業旅行でイタリアに行こうってなった時に、まあこんな高いんだなって知ってから、ちょっとあんま海外に行きたい欲がないんですよね。なるほど。うん、まあ同じ理由だけど。日本で住むなら日本がいいみたいなとこがあって、でもなんか異国感が欲しいから、その高知のギリシャっぽいところに行きたい。おお、いいっすな。日本の中で海外感を味わいたい。そう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 。高校の修学旅行シドニーってどういうこと？僕が通ってた学校、高校の修学旅行東京だった私立だったんだよね、高校が、うん、だからかな。そっか、あの、うん、新潟にある学校で中学生ですら、まあ、大阪とか京都とかに行くのに、うんうんうん、東京ってどういうことやねんみたいな。確かに、まあ、なんかクラスで行く場所選べるんだけど、うん、予算の中で遊んできてっていう感じで、遊んできてじゃないんだけど、で東京にするとその豪華な旅ができるから東京にするっていうのがなんか、なね、その学科に続く伝統だった。へー。私逆になんか沖縄とか行ったことない。多分公立結構沖縄多かった、あの都心というか、いや埼玉東京、多分新潟の学校も沖縄に行く人は結構いると思う。そうだよね、うん、でも沖縄に行ったことがないので沖縄も行きたい。沖縄か。美ら海水族館に行きたいですね。ジンベエザメみたいです。沖縄もね、そうっすな。小学生ぐらいの時一回行ったことある。あんま覚えてないか。あ、でもなんか親友が、うん、友達と二人で行ってたんだけど、うん、あ、車ないときついって言ってた。そうだね、うん、なんか何かと空港から離れてるからって言ってたけど、あと車を乗れる人と行きたいです。はあ、って感じかな。他にはあと熊本県。熊本、うん、九州ですね。うん、九州もねあんま行ったことない、うん、なんか九州からちょっと外れた島は行ったことあるんだけど、うんうん、九州のあの付近には行ったことがなくて、熊本に阿蘇、うん、なんちゃかなんちゃかっていうとこが、うん、いや熊本が阿蘇だからね。あるんですよ、阿蘇なんとかなんとか。そこがなんかこうコテージ、うん、みたいなのが集まってる公園みたいなとこなんだけど、うん、なんかそのコテージが丸いんですよ。伝わらないな、なんだろう、丸いんですよ。多分画像が出ている。編集の時にやる気があればって。そう、そこに行ってみたい。あの今何が起こったかというと、シリが、まあそんなことありますよ、あんまり気にしないでくださいって言ってきました、ね、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。そこに行きたい。でもなんか調べたら健康ランドみたいな感じらしくて、そこの公園自体がね、なんかあんまこうおしゃれな旅というよりはなんか健康な旅になりそうな場所でした。熊本に健康の旅に行きたいと。いや別に健康のためには行きたくないんですけど、行きたい場所がたまたまそうだよっていうお話です。熊本も飛行機で行くのじゃない、うん、熊本って空港あるのかな。あるんじゃない。あるのか。熊本あんま見たことないけどね、うん、に行きたいかな。基本なんかこうリゾート地みたいな海外っぽいリゾート、うん、国内リゾートに行きたいですね、うん、なんかでもリアル感あるな逆に、うん、あと猫、猫の島、猫の島、猫がいっぱいいるとこ、はいはい、に、まあ人生で一回は行きたいかなって感じ、うん、いつでもいいです。いつでも。でも猫の島はさ、なんか、うん、地域住民は別に歓迎してないから猫減らす方針ですみたいな。なんか前で見た。あ、島によるんじゃない？なんか何個かあって
まあ温かく歓迎されてる方に行きたいですね。まあそうね。そう。でもなんか帰りの便逃すと帰れないらしい。それはいかつい。帰れない。そう。だから猫に夢中になって時間が過ぎると泊まる場所もないみたいな感じらしいですよ。そうですね。まあ僻地ですね。あとね。あの羊飼いと言いつつよくはやっぱ北海道にジンギスカンを食べるみたいな。北海道いいよね、うん、分かる。またツーリングに行きたいかもしれないです。北海道まで、うん、頑張ってください。頑張ってくださいそうなんですよね。北海道ね、まあまあ遠い。まあまあ遠いしさ、バイクで行くとさ、まあ函館か小樽に着くわけじゃん、うん、まあ小樽ならまだ札幌とか近い感じだけど、うん、函館に着いちゃうちょっと遠いね。もうまるまる一日走らないと札幌に着かないじゃあぜひ小樽についていただいてって感じですね。ということで、はい、お送りしてきました今週の羊飼いですが、うん、コロが開けたら行きたいところを皆さんコメントいただいて、うん、それを眺めて、ね、きっとねむさんが行きたければなんかコメントしてくれるし、よくはおそういうところもあるのかって多分くぐってると思いますが、おすすめスポット、うん、あ、なんか地元のおすすめスポットみたいなの書いてもらえるみたいなね、うん、それもまた良いですね、うん、地元のおすすめスポットないっすね地元埼玉なので。アウトレットパークとかイルマ、イルマ、うん、なんかアウトレットって、まあ、つまりこう何もないところに、まあ、土地だけある場所にあると思うんですけど、そうだね、御殿場とか、うん、佐野とか行っちゃうとイルマちょっと、うん、うんって感じ。なるほど。遊びに行こうって地元の人が行くにはいいけど、わざわざ埼玉に来てアウトレットに行くかと言われると行かないですね。なるほど埼玉県民の皆さん、ここはお得なところですよ。うん、ないね。西武球場とかね、遊園地とか今頑張ってるみたいんですけど。遊園地か、なんか変わったん。そうなんだ。江戸の町みたいなのができたらしくて、まあまあ高いらしいですよ。まあまあって感じ。はい、ということで皆さんの行きたい場所を見てくださいではでは、はい、そうですね、コメントの方と、まあ、うん、ご評価ボタンは音楽の方でつけてもらって、そうね、うん、チャンネル登録もお願いします。お願いします。最後のご挨拶をどうぞ。おやすみなさい。